こんにちは柏内の今日のインンテリジェンスを始めさせていただきます今日はひかにアメリカ、えー、アジア太平洋に進出するイタリアと。今日イタリアの話ですね。えー、まあマクロンはやっぱりポンコツやっていう話をちょっとしたいなと。これイタリアと比べてどうよと。こういう話なんですよね。やっぱりね、こう、あれだけね、マクロンが中国寄りになったらね、 例えば日本における NATO の事務所を認めないとかそういうことをやってたらもう中国に対してねインド太平洋では利権を求めませんと自らこう勝手にねこう列車を降りてるようなもんですよねだからこんなことやったらやっぱりマクロンポンコツやろうとそういうことが今回のニュースですごくよくわかるんじゃないかなとこう思ってますやっぱりね21世紀アジアの時代なんですよアジアの中心国家は日本なんですよねあ決してアメリカじゃないですよ。 ですから障害はねやっぱり中国という国家がこれからどうなるかそれのね処分のしか処分の仕方といったら失礼かもしれないけどもういかにして中国に対応するかそれだけなんですよ。ですからもしアジアで何,何らかの権益を求めようとするんだったら中国ををいかかに落ととして日本と手を結ぶかもうそれしかないんですよねそれは本当にこうだんだんこう当たり前の常識にヨーロッパでは少なくとも心あると言ったら変ですけどインテリジェンスのある国家は もうそのことよく分かってるんだとこういう話なんですよまあちょっとねアジアタイムズからちょっと紹介しましょうかいきますよ、えー、イタリアの伝統的な地政学的参照地域は、えー、拡大地中海であるまあ地中海一帯ですよねまあちょっと広がって、えー、っと中近東あとちょっと広がってあとは西アフリカぐらいまでかなそのぐらいまでだと思いますだから例えば、えー、イタリアにとってはねやっぱりこう、えー、ホームベースと言ったら変ですけどそれはどこかっていったらやっぱり対岸なんですよね アアフフリリカカ北北部、アフリカ北部のタイガーなんですよね。例えばリビアとかねああいうところはイタリアにとってはもうだから自分の地元といったら変ですけどまあこうすごく熱心な観察対象なわけですよんですから本当にねあのー、こうなんですかあの北アフリカからね、移民がやってくるそういうことは非常にこうなんですかイタリアの情報機関をよく見ていますまあだからねあのー、本当にねあのー、イタリアの情報機関がしっかりしてるんですよももう2年間そののぐらいでね、ねものすごく近代的な、 えー、情報機関にこう立て直しましまたので、ね、いや本当にこにイタリアはすごいなと思ってるんですけど誰もねそれを信じてくれないんですよ。イタリアすごいよイタタリリアアすすごごいいよよって僕はひしっきりに言ってるんですけど全然ね信じてくれなくて寂しいな、まあ、か過去の動画にねイタリアのやつもあったかもしれへんからもしよろしかったらそちらもご覧ください。い本当ね本当すごいよすごいよって言うんですけどね誰も信じてくれないんですよ。 イタリアとかねそういう目つきされることがほとんどですすごく残念でねまあでもやっぱりだからこういうニュースを見てもやっぱりイタリアだよなとこう僕は思うんですよねじゃあいきますねえー、まあだからこう拡大集会であるとまあローマの関心をえー、っと経済,学的、えー、経,経済的地政学的見地からインド太平洋の重要,重要性が高まっていることがローマの関心を刺激しているとローマというのはまあイタリアですよね でイタリアはまだ明確なインド太平洋戦略を持っていないなしかしイタリア外務省が2022年1月に発表した文書はローマのインド太平洋地域への関与がでに長年にわたるものであることを強調していると。いいややもうけもうのすごく長い間やってきたんで現在および将来の構想は多国間で包括的なものであり EU の戦略的優先事項に実質的に沿ったものであると。 イタリアのジョルジア・メローニ首相の主要な関心地はこの地域におけるルールに基づく秩序を維持することの重要性を示すことである中国みたいにね俺様国家は許さんぞこういうことなんですよねインド太平洋におけるローマの戦略的な働きかけは主にこの地域の実質的なプレイヤーに向け,た向けられたものであるとで2023年3月メローニのインド訪問は国防協議の再開に貢献し日本との外交努力は2023年1月以来 日韓関係を戦略的パートナーシップのレベルにも高めている。イタリアの外交政策はしばしばメディアには取り上げられないが個々の国家と東南アジア諸国連合の ASEAN アア、ね、の懸念の両面からすでに東南アジアを重要な関心地域と位置づけていると。最優先事項は貿易と経済的相互関係の拡大である。これに伴い2017年から毎年開催されている ASEAN アアとイタリアの 経済関係に関するハイレベル対話では税制財界のリーダーが集まりイタリア企業にとって戦略的市場と位置づけられているアセアンとの交流量を増やすための可能な法則について議論しているだからやっぱりねイギリスのね TPP 加盟ねあれはすごく意味があるもんだったんですよイタリアなんかやっぱりちょっと遅れてるんだよなっていうことがこういう記事を目はわかりますよねいかにしてアジアとの結びつきを深めるか そういうことに躍起になってるんだ、そういうことですよね。で、これと並行して、イタリアは安全保障上の役割、特に海洋領域での役割を強化することに特に熱心である。2023年5月から6月にかけて、モロシニ号これはイタリア海軍の軍艦なんですよ。モロシニ号は東南アジアでさまざまな活動を行い、ホーチミンシやバンコクなどの港を訪問し、マレーシアやシンガポールで開催された 防衛展示会に参加し特にインドネシアが主導する、うん、多国籍捜索救,救助訓練 COMD23 に初めて参加したとジャカルタとの、えー、防衛関係は特に高まっているとイタリアのクイド・クロセット国防省は2022年12月防衛産業協力を強化するために、えー、インドネシアを訪問したとこの訪問は2021年にイタリアの造船会社、えー フィンンカンティエリとインドネシア海軍との間で締結された8隻のフリ,フリゲート艦の購入契約からも読み取ることができるだから武器販売が始まってるんですよねでもう一つの重要な地域パートナーはベトナムであるいもうこなんかいいでしょなんか目のつけどころイタリアの目のつけどころはすごくいいんですよ、えー、ベトナムですよインドネシアはねベトナムと。 で2013年ローマとハノイは両国の関係を戦略的パートナーシップに格上げすることを決定したとこの枠組みの下で両国は防衛関連の問題について対話を続けているイタリアはまた太平洋諸島フォーラム韓ンイ,ンインド洋協会 ASEAN アアなどインド太平洋のさまざまな地域組織との関係構築の先駆者でもあると ASEAN アアに対するイタリアのビジネス界と外交界の注目は 両者が関与する機関機関会議のいろいろな組織の会議の活性化を通じて現れていると。2020年9月 ASEAN アア外相はイタリアに開発パートナーの地位を与えることを決定しサイバーセキュリティ海洋開発海賊対策などの分野における協力をさらに深め制度化したと。東南アジアはインド太平洋におけるイタリアの邦画的な野心という文脈において注目すべきサブリージョンの一つであると。しかし えー、反省すべき重要な未解決の問題もあると <laughs> これがですね、えー、その一つはここののの活動がどの程度長期的なものになもにるかととということだとメローニの、えー、イタリア政府はインド太平洋と、えー、東南アジアを地政学的な地図に載せているが中長期的にはウクライナ戦争が進行しているためイタリアは最終的にその関心と資源をイタリアの中核的な戦略的周辺地域に、えー、近くシフ,シフトし直す可能性があると。 あんまりアジアに出れないかもよ、こういうことですね。イタリアと中国との関係の問題もある。これは僕は一番これ大きいと思いますね。イタリア政府は2019年に証明された一帯一路イニシアティブ関連の覚書きの更新について、まだ決して最終決定をしてない。もうやらないって言ってるんですけどね。まだ切れてないみたいですね。 イタリアは中国と徐々に距離を置いており協定の延長を見送る可能性が高いと指摘するもの,の声が上がる一方でメローニはローマが一帯一路構想の枠組み外でも中国との良好な関係を維持できる可能性があると強調している一帯一路に抜けたって中国とや,やっていきますよと <laughs> 一生懸命弁解してるんですよねこれ中国に対する弁解だと思いますよね。 しかし中イタリア、えー、中国大使は最近の発言は覚書の破棄がこの関係に影響を与えることは避けられないことを示唆している。まあ、それはそうでしょうね、えー。中国が南シナ海での主張を強めた場合イタリアはどのような立場を取るのかという問題、えー、疑問が生じると。この海域での有事にイタリアがどのように具体的に対応するのか予測するのは容易ではないと。公式のインド太平洋戦略を明確,明確にすることはイタリアにとって戦略的な疑問に答え かなり成功した実績を積み重ね、将来の東南アジアとの関わりにおける優先順位と目標を明確にするための基本的な前進であると。まあだからあのイタリアにとってもね、あのインド太平洋地域というのはすごく重要な地域なんだ。ですから中国をねどううまくなんか中国との関係をうまくごまかしながらなんとかあこうアジア太平洋地域の国々と仲良くしたいっていうのがイタリアなんですよね。 それかかかか、らら考えたらね、やマクロンがいいに愚かかしつこいんですけど。だからあんなね中国におもなってとりあえずなんかエアバスでも買ってもらいたいとかねそういうことをやっていては本当に大切な東南アジア諸国ですかそこに対する関係が薄くなってしまいますよね中国はあと何年で潰れるのかそういう評価を全然、えー、フランスはしてないそういうことだと思うんですよ。 だからね、それから考えてもね、やっぱりこうこうなんですか、イギリスの方が先見の明があると、そういうぐらいに言えるんじゃないでしょうか。だから逆にね、こういうことも言えますよね、アメリカは TPP に加盟しませんでしたよね、あれは、まあこれはこんなこと言ったら怒られるかもしれませんけど、えー、アメリカにとっては不利なことだったんじゃないのかな、あインド太平洋ですよ、インド太平洋に対して、何ら足掛かりを作ることに成功していない、それはやっぱりアメリカの外交にとっては大きな失敗と。 そうななるんじゃないでしょううか、まあ、TPP に入ればいいいいっていう問題じゃなでですよでもやっぱりそういうこうなんですがアジアにこう拠点って言ったら変ですけどそれをちゃんとね足がかりを持つっていうことはやっぱり全然こうねうまくいってないまあ日米同盟がありますからそんななくてもいいよとそういうことなのかもしれませんけどそしたら逆に言ったら日本に依存する割合が大きくなりますから日本の発言権が増すとそういうことになりますよね。だからアメリカはやっぱりどっちにしろ損をしてるとそういうことになるとこう思うんですよ。 やっぱイタリアがねこんな熱心にねアジアにねこううまく侵略と言ったら変いいですけど進出してるっていうのはやっぱり日本人としてもやっぱりちゃんと注意して注意して見ておかなきゃいけないんじゃないかなとなかなかこの手の話はねメディアに出ないですよねほんと出ないですですからまあ今回ねちょっと取り上げてみようかなと思ったんですけどまあイタリア頑張ってメロンにしよう頑張ってって言って今日おしまいにしようかなと思います。 じゃあ今日はこのぐらいでよろしかったよう、ええ、んぽちゃんどうしてチャンネル登録もぜひお願いしますサンクスね本当助かってますありがとうございますえじゃあ今日これでしましょうね失礼します。